どうもどうも、習得チャンネルです。2020年9月1日の月替わりガチャ回していきたいと思います。心霊と正門来ましたね。どうも、その上級者さんの動画見てたら、エンマの上位らしいんですね。うん、これはでもちょっと持っててもいいかなと思い、もう今すでにガチャ回してる状態なんですね。状態なんですけど、そこ行く寸前のところです今。もう副産物も全くいいのが出ず、一応40分ぐらいガチャ回すのにかかって、実際は30分ぐらいかな。もう2000個回すのも大変でしょ。もっとその10回回せるボタンとか貼ってくれたら、もう2000個回す勢いがある人は楽ですよね。1回1回回すとやっぱ3、40分かかりますよね。これ2000個分回そうと思ったら、いやもう本当に副産物も出ず、今回はとりあえずまさかのはゲットしましたけれども、そこでねチケットで、最近ちょっとガチャ運ないなとつくつく感じてますね。ツイッターとか見ててもやっぱりすぐ出てる人いますよね。なんかちょっとチラッと見たら11回目で出ましたと。いやほんとね、運がいいなと思いますね。で他の人もなんか副産物がやっぱり専用が2、3個出てますよね。でも僕の場合、今回、2000個引いて、専用武器、出ませんでしたね。これはちょっと、ショックでしたね。イザナミでもいいから、なんか出てくれたら、ちょっとは、イザナミか。イザナミにやったらあんまりショック柔らがないよね。もう、とりあえず10回ボタン。もう何も出えへんで、2000個分回すの、ちょっと、ブルーになりすぎるんで、なんとか、なんか10回ボタン。今5回ボタンでいいですわ。もう、一気に5個玉がピローンと、出てくれる？それだけでも15分は短縮できるから。ガチャ回すだけで何分かかんねん。そこまで行くのに。まあ、それも楽しいっちゃ楽しいんですけど、最近はなんかめっちゃ長く感じますね。まあ、今後も
ガチャ動画、地道に上げていきますんで、今後とも、ゆるーく、よろしくお願いします。